車椅子になってからお子さんを2人生まれ、はい、産んだ、うん、はい、っていうことなので、まあ、それから子育て、出産子育てについて、うん、1個カバン背負って、うん、1個カバン、ね、車椅子に引っ掛けて、はい、で1人膝、うん、で1人こう、こう手、なんか手首をこうつなぐね、グッズがあるんですよ、ハーネスみたいに。なんか今2人子育てしてて、ざっくりこう家の中じゃなく地域の環境的に、世の中の環境的に子供もちょっとこうだったらいいなとか、まあ、環境関係なく、うん、自分もこういうことできたらいいなとかってありますか？施設の環境でいうと、うん、今って少子化とはいえ、その、うん、やっぱりショッピングモールって子連れの方たくさんいるじゃないですか、うん、はい、で誰でもトイレってやっぱみんな使いたいわけですよ、うん、パパが女の子のトイレ一緒に行くために使ったりとか、はい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 、結構列ができたりするんですよね、その週末になると、うん、その誰でもトイレって言うんだったら誰でも入れるようにもっと数増やしてほしいし、うん、駐車場ですよね、うん、思いやりスペースとか、はい、すごくいいと思うんですけど、うん、じゃあ使う人増えるんだから台数増やしてよとは思っちゃいますかね。こっちは高齢者の方もたくさんいらっしゃるの で、 ああ、そうですね、高齢者の人と全部一緒にされるんですよ、うん、まあ、されてるっていう現状がある、うん、だから高齢者の人がもういっぱい止めてるっていうことがすごい、うん、あの枯葉マークをよく見るみたいなのがあるので、うん、こっちも言いづらいしね。そうなんですよ、まあ、で利用者さんだからいいんですけど、うん、でもで扉いっぱい開きたいんだよこっちは、うん、っていうことじゃないですか結局は。そうそう、広いスペースが欲しいんですよね。そうですね、こちらは最悪少し、まあ、私のような、まあ、お子さんがいない、まあ、自分でアクティブに動ける車椅子ユーザーとしては端っこでもいいんですよ、うんうんうん、降りれれば、うん、みたいな、はいはい、そういうなんか選択肢を増やしてほしいなっていうふうに。そうですね。え、公園どうですか？公園遊びに行けますか？砂場ももちろん入れないですし、はい、地面、うん、埋もれますし、うん、滑り台とかブランコも一緒にできないので、うんうんうん、そこは切なさはありますよね、うんうん、私一人で公園っていうの、公園連れてくってことはあんまりないです、まあ、子育て自体がね、その一人でするっていうものではないよっていうこの世の中的なあれを変えようとしてますけど、うん、車椅子使ってない女性陣よりやっぱり一人での子育てっていうのは、そういったお散歩気軽に行けないなとかある、うんうん、やっぱ私もこう今後ちょっと不安だなっていうのはありますし、なんか海外だとだからその公園とかも、うん、陸上トラックなのゴムみたいな、はいはいはい、ところとかも結構あるんですよ、うんうんうん、だ砂じゃないっていう、うん、その方が車椅子の人も走りやすいっていうのがあるっていうのがあって、うんうん、それいいアイデアですよね。でなんかまあ、今回、まあ、そのさっき一番初めに言った積損会でこう知り合ったな感じですけど、はい、積損会に入ったきっかけとか、きっかけ、もしその入ったことで育児の情報とか何かありました？テーマ別の冊子があってありますよね。就労はこうしたよっていう先輩方の体験談が載ってる冊子、はい、で子育てのこと書いてる方いたんですよ、そういえば、うん、はい、でもその時と私まだ全然結婚も考えてなかったから、うん、さらっと見るだけで自分事として捉えてなかったんですけど、はい、でも今思えばすごい有益な情報だったなとは思いますね、うんうん、あ、じゃあ すっごい前からもう入ってるんですね。あ、そうそうそう、怪我してまだ入院中の時に、はい、ペアサポートっていう、はいはいはい、積損の人が積損の入院患者のために病院訪問して、うん、こういろいろ、ね、相談とか雑談とかするみたいなのをやってて、はい、千葉県支部入らないって言われて、うん、で一緒にペアサポートやろうよって言ってもらえて、うん、私もそのペアサポートしてあげれる側になれるんだってもその時に思って、うん、まあ、だったらぜひ入りたいなって思って入りましたね、うんうんうん。今千葉県支部としての主な活動というか、うん、まあ、年間通してこういう楽しいことしてますよとか、みんなのためにやってますってありますか？基本的にさっき言ったピアサポートを、はい、今月に一度千葉県内の病院でやってるんですけど、っていうのと、あとは今子供さんとか、うん、もちろん親御さんもそうですけど、うん、車椅子自体をこう身近に感じてもらおうっていうイベントを、うん、それも千葉市内なんですけど、はい、公園で不定期に開催していて、うん、
結構キッチンカーとか、うんうん、太鼓の団体さんとかダンスの団体さんとか呼んで、うん、チーバくんもたまに来たりなんかして、でバスの車椅子での乗り降りとかも体験できますし、結構すごいいろんな人を巻き込んですごい楽しくやってるイベントがあったり、うん、あとは会員さんとかもちろん会員さんじゃない方も呼んで、うん、ランチ会、うんうん、マザー牧場行ったり、鴨川シーワールド行ったり、あとイチゴ狩りとかもちょっと今検討してるんですけど、そういうイベントも本当に会員さんじゃなくても全然来ていただけるので、あのオリジナルの会もそうだけど、ある施設に対してこうみんなで行って、まだ普段例えばお出かけなかなかできないなっていう人とかも、そういう支部の人とかと一緒に行ってみて、うん、体験してこう外に出るきっかけ作りとか、そうですね、そういうのしていくとかっていうのも、山形研修部も力を入れてますが、そういう積損、積損じゃない人とかの車椅子ユーザーさんプラス車椅子ユーザーじゃない人も参助会員として入れて、はいはい、一緒にイベントをなんか海イベントとか、私こっちはさくらんぼ狩りをしたりとか、あ、いいですね、めちゃくちゃローカルな感じそうやってるので、うんうん、なんかそういったの存在を今知らない人もたくさん当事者の人もいるのでね、はい、まあ、日常もそうですけど、先輩方の知識としてなんか補助金系とか、うん、あ、そうですね、申請の仕方とか、ね、が強い、なんかこういう風にしたらいいよとか、うんうんうん、こういう制度があるよ、そのやっぱそれは支部じゃないと、そうですね、自治体ごとに違ってくるから、だからそう、みんな怪我したきっかけが違ったりもするじゃないですか、うん、私は労災だから労災のこと聞いてもらえれば自分はこうしたよとか話せますし、うんうんうん、交通事故ならまた違うやり方もあると思うし、だからいろんな情報を引き出し持ってるメンバーがね、うん、いるから、性別も年代もいろいろだから、そういうのが強みというか、うん、それこそ当事者じゃなくてもリハビリのその OT さん PT さんとかに情報提供して、はいはい、スタッフさんが患者さんに情報提供できる、うんうんうん、こういう人の話聞いたことあるよとかって、うん、いう風に使ってもらうのもすごいありだなって確かに思ってますね、はい、千葉研修部と山形研修部に山形研修部に入ってください。ちょっと、はい、はい、そろそろ終わるんですけど、なかなか説明じゃ聞いていいですか、お子さん考えてますか、はい、てか将来欲しいなとか、あ、欲しいです、まだ全然パートナーもいないんですけど、今何歳ですよ、それこそだから35で3なので、あ、近いんだ、近い近い、だから欲しいならでも前は急げだと思いますね、相手がいればですよ、だから、 だからまず相手探しを本当にしなきゃいけない、でも私もそのなんか結婚したい子供したいが先、子供欲しいが先で、はい、今の旦那今の夫と結構付き合う感じになったかな、はい、今まで自分からこう積極的に男性に行くみたいななかったんですけど、うん、このままだったらこれ一人だなって思った時にもう頑張りました、だからそこは頑張んないと結婚できないと思ったから、いやー、わかります、そうなのえ、だから放送してても結婚できないから、そうなんですよっていうのは本当偉そうで申し訳ないんですけど、いやいや、でもあの葉っぱかけないと自分に、マッチングアプリしなきゃいけないからそろそろって思ってます、なんか友達結構、うん、本当に、いやでもやっぱ今はマッチングアプリでちゃんとした人たちとみんな出会うんですよ、そうなんだね、だから友達も結婚したいしたいで、うん、マッチングアプリとかプラス外に出て飲み屋居酒屋さんでいろんなこう出会いを求めたり、はいはい、本当にこう隣近所に座ってる人に声かけたりとかっていうのをしてって、うんうん、でもそれも1年くらい本当に付き合って別れてをたくさん繰り返して、うん、本当に素敵な人と結果マッチングアプリで出会ってるんですよ、あ、そうなんですね、やっぱそれくらいしないと本当に結婚したいを、うん、いい出会いそのうちあるかなではできないんだなって思って出ます、うん、やっぱり子供を産める体ってそこまで年齢的に女性ってしかも人それぞれって言いますからね、うん、そのねリミットっていうのがだからまだ全てわからないじゃないですか、わかんない、卵子凍結もすごい考えました、ああ、ありだと思いますけどね、お金すごい高いし、うん、まあ、東京都だと補助が出るようになったりするんですけど、あ、そうかそうか、はい、結局山形県にこうちゃんとしたそういう場所があるかっていうのもちょっと微妙だったんですよ、うん、やっぱり車椅子の女性の人たちでこう思ってるのが、うん、車椅子受け入れてもらえるかなっていうのもあるんですよ、やっぱりそもそもがスタートが、そうか、そうか、そうか、
私夫がもともとの知り合いだったんですよ、結婚車椅子になる前からのっていうパターンだから、そこはちょっと楽だったかもしれないですね、でもじゃあ、まあなんていうんですか、自分がこう生活して、車椅子になってからなんか別にその男性との恋愛ってそんなにハードルが高いかって言われたらどう思います？どっちだと思います？そうだから私車椅子になって新規の男性と親しくなるっていうことはなかったので、ちょっとそのねあれなんですけど、でも自分の経験上で言うと、やっぱりその逆にザックバランに聞かれる前に私こうなんだよねっていうのを言ってましたね。付き合う前ぐらいからも言ってたかな、その排泄排尿関係とか性的なものの感覚がやっぱ薄いんだよっていうこととかも説明してたし、ちょっと恥ずかしがらずにこういう感じなんだよねとかって言った方が自分も相手も楽、あんまり重い感じで言うよりはそんな大したことじゃないでしょみたいな感じで開き直っちゃうのってましたけど、そうですね、一番はやっぱり排泄なんですよね。そうそうそう、だからおしっこ漏らしちゃう時あるよっていうのも言ってたし、 そこ以外は、全部自分でできるじゃないですか、ある程度、で、まあ、本当になんかこうお店行く時に何段かあるところとかは、細工抱っこしてくださいねとか、まあ、またはそこはちょっとチョイスできないなっていうくらいで、ある程度のこう環境の中ではそんなに普通の女性と付き合ってるのと多分変わらない空間なのかなって思うんですよ、ある程度車椅子の人に対しての距離感を作るのは自分なのかなってやっぱり思いました。頑張りたいって言いながら全然やらないんですけど、なんか、いや顔出ししててマッチングアプリするのがすごい嫌なんですよ。でもどうなんだろう、前得じゃないですか、そっちの方が有名人じゃないですか、ある意味変な人来るかないんで、わかんないですよ。その顔で YouTube してます、こういうこと喋ってますっていうのを理解してくれるがプラスされるんですよ、結局。あ、結局こう付き合って結婚してたら、俺のことも言われるんじゃないかなみたいなのとか、このこう空間をちょっとさらけ出してるのも相手が理解してもらわないとっていう、その配信者というか、顔出ししてる人への理解っていうのをまた得れないと、だから芸能人で芸能人同士と結婚するのかなって思いましたけど、 YouTube とか YouTuber 同士で、ね、YouTuber 同士いますよね、他にもたくさん車椅子の人。ええ待って、ぶっちゃけ車椅子の人、逆にありなの？いや、なんかその車椅子だからダメっていう言い方は特にないんですけど、でも立ててる方が便利だから明らかに間違いない、その子育てにしてもそうですけど、だから補ってくれ、補ってくれる性格とか、だからその車椅子の人だからもうこの人と付き合わないっていうその遮断は全然ないですよ、ないけど、できれば車椅子じゃない人の方が日常生活とか今後の生活が楽だなっていうのがあるから、せめて義足で、とかって思うんです、なんか普通に好き嫌いとかじゃなく大変さを考えたらっていう、そうですね、お互いどっちもうんち漏らしちゃったみたいなことだったらカオスですもんね。そう、別にいい、面白いけどいや誰が処理すんのみたいな、もう1日終わるんじゃないみたいな半日終わるねっていう、なんかそういうのが、なんかそれさえももう分かち合える人に出会えるんだったらいいですよね。あ、まあ確かに、新しい出会いがありそうな空間にどんどん飛び込んでいく、仕事じゃないプライベートで行くっていうのを、ちょっと2024年は目標に頑張ってください。そうしてます、はい、すいません、はい、ということで、長くなりましたが子育て事情ね、出産事情伺いました。また私がその時になったらいろいろ聞くと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。
今日、まこちゃんに会えたことです。積層会に入って一人ではできないような体験やチャレンジというのをたくさんしました。いろんな人と出会えるからこそ車椅子生活の可能性っていうのは広がるんだなと感じています。はい、私は、積損会に入ったことで青色駐車場の普及に携わっています。そのことで子どもたちを誘って、子どもたちに話をしたり、一緒に青色駐車場をペンキで青く塗ったりすることによって子どもたちと関われていることが嬉しいなと思っています。そしてさらに子どもたちがお家に帰ってどういう人たちが必要としているかっていうことをお家の人に話してくれていることが嬉しいなと思っています。諸先輩方の障害者として生きる生き様を学んだことです。ナスバのことを教えてもらったことですね。多分怪我して事故を起こして10年ぐらいは全く知らなかったです。いろいろ教えてもらえるのはすごい助かります。積損会というとなんかイメージが暗いとか、やはり、年の取った方が多いんじゃないかなという感じがするんですけども、私は30歳で入りました。本当に車椅子の生活っていうのが分からなかったので、そこでいろんな話を聞いて、あ、こういうふうにすればいいんだなとか、車の運転ができる、車の運転することによっていろんなところに出かけられる、そういった幅が広がったっていうのは事実です。わからないことがあったりとか、楽しいことがあったり、そういう時は本当にもっとみんなと共有して、仲間を増やして、いい障害者の、世界を作っていけたらいいかなと思います。